どうも皆さんこんにちは、ケンです。去年の夏にローソンハンモックの紹介動画をアップしました。おかげさまで約10万回再生近く再生されています。ありがとうございます。まあ、今でこそ例えばヘブンテントだったり、フルフラットになるテントとかハンモックが人気なんですけども、このローソンハンモックは今から30年も前に世界で初めてフルフラットになるハンモックを作った会社なんです。今回はこのローソンハンモックを使い始めて1年が経ったので、1年間使ってみたレビューをしてみたいと思います。今回動画で取り上げたい点は主に2つあります。1つ目は雨の日のローソンハンモック、もう1つはローソンハンモックの耐荷重についてです。まず1つ目は雨の日のローソンハンモックについてです。いわゆる普通のハンモックを雨の日で使うことは難しいと思います。ハンモック自体は防水ではないですし、上からの雨をタープで防ぎ、地面からの跳ね返りの雨も防ぐ必要があります。小雨程度であればタープで防ぐことができますが、超がつくほどの大雨ではどうでしょうか。大雨でタープに水が溜まったり、横風でハンモックに直接雨が当たったりと悲惨な状態になるでしょう。今年の夏にハイレックスとシークアウトサイドのレッドクリフの YouTuber ドートラのカズトさんとキャンプをした時、超がつくほどの大雨が降ってきました。当時キャンプ場には15張り程度のテントがありましたが、あまりの大雨にワンポールテントやバップアップテントなどのいわゆる普通のテントの皆さんは車の中に避難しなければならないほど大雨でした。一方その頃ローソンハンモックを張っていた僕たちは大雨の中ポテチを食いながら動画編集をしていました。もちろん外は超がつくほどの大雨で、ハンモックの下はほんの数分で水たまりができてしまい川のようになっていました。その中でもローソンハンモックは通常のテントのようにフライシートがついているので、上からの雨も大丈夫ですし、底面部分も同じく普通のテントのように防水生地でできているので、上からの雨もそして跳ね返ってきた雨もへっちゃらなハンモックなんです。ハンモック自体が防水ですし、浮いているのでハンモックの下がどれだけ水たまりになろうが川になろうが関係ないのがローソンハンモックの魅力だと思います。ちなみに別日バイクでキャンプをしていた時に大雨が降ってきた時がありました。その時のキャンプ場はいい間隔の木がなくてハンモックスタイルで設置ができなかったので、地面に設置するテントスタイル、ビビースタイルで使用しました。ビビースタイルで使用すると中で寝る以外のことはできなくなるほど狭いですけれども、雨ざらしよりかはよっぽどいいと思います。雨風が強い状態でもハンモック内に水が入ってこないように、フライシートの取り付け方もこのようにマジックテープでくるっと巻き込むようにするなど、発売以降30年間で改良に改良を重ねて米軍にも使われているだけあって、雨といった天候だけでなく地形にも左右されず、どんな状況下でも快適に使えるようになっているハンモックだなと改めて感じました。まあ、おしゃれなキャンプというより旅や冒険のようなイメージの強いハンモックだなと思います。2つ目は耐荷重についてです。去年紹介したローソンハンモックは旧型で耐荷重は 113kg でした。2021年モデルから耐荷重が 140kg と旧型より 27kg もアップしました。試しに1袋 18kg の砂袋を8袋合計 144kg 分乗せてみましたが、各部分が引き裂かれたりちぎれることはありませんでした。 144kg が乗っている時に揺らしてもみましたが、もう一袋乗せてもいけるんじゃないかぐらい安定してました。去年の紹介動画では親子でローソンハンモックを使用している画像をお見せしましたが、耐荷重が 140kg になったことで平均的な日本人であれば2人までなら余裕で耐えられる耐荷重となりました。耐荷重が強化されたことで今までよりも使い方の幅が広がったのではないでしょうか。ということで18キロの砂袋が8袋入って今144キロ、このハンモックの上に乗っております。でこのハンモックが140キロが耐荷重なんですけど、4キロオーバーなんですけども、全然こんな感じで揺らしても全然大丈夫な耐荷重になっております。でね、じゃあ実際その、まあ、持ってる今こんな感じでそのハンモックとしては機能してるけど、実際こう縫い目とかどうなんっていうことでちょっと詳しいとこ見ていきたいと思うんですけども、まあ、こういったハトメとかさ、ハトメの部分もね結構ほら糸もさしっかり3本しちゃって、結構しっかり縫ってるんですよね。でこういったところとかさ結構破れてきそうな雰囲気ですけれども、全然破れることなく、ピンと張っているけども破れることなくっていう感じでございます。ここにはこうテンションかかってないんですよ、実際のところ。この縫い目にはね、実際のところテンションかかってるのは、まあ、このロープとかここのハトメの部分にかかってるんですけど、まあ、ご覧の通りハトメがね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ついてるんで、まあ、140キロあったとしても10個に多分散するから、まあ、1本で、支えるよりも、耐荷重が強いっていうことなんだと思います。いや全然大丈夫です。ウェイウェイウェイ
こんな感じで揺らしても全然大丈夫ですね。でこっち側も見てみましょう。こっち側もね、こうやって見るとなんかちょっとすごくねピンって張ってると思うんですけど、これ見た目だけで、実際は結構まだまだたわみがあります。ピンと張られてるのは、あっち側と同様にこのハトメの部分であって、10個で分散させてあるんで、結構何のなんか破れとかほつれとかそういうのもなく、しっかり、支えてるっていった感じでございます。でね、旧型そこにちょっと置いてるんですけど、旧型がね113キロだったんですよね。113キロだったらこれね、ローソンハンモック2人寝れるほど大きなテントなんで、まあ1人大人1人が70キロで、113キロだったらもうプラス何43キロしか乗れないから、大人1人と子供1人とかしか乗れなかったけど、今回のこの140キロ耐荷重になれば70キロ70キロの人が、2人で寝ることができるんで、まあ、カップルとかね、そんな感じでも寝れるような、耐荷重になったんじゃないかなというふうに思います。ということでいかがだったでしょうか。ローソンハンモックを1年間使ってみた感想のレビューでした。まあ、映像でお見せしたこのダムが放流されたあのキャンプ場って、まあ、この撮影してるこのキャンプ場なんですけども、まあ、正直さ、もうこの何この腰の位置ぐらいまでさ浮いてるわけやし、この底面も防水なんで、正直どんな雨が降ろうともこのローソンハンモックって関係ないんですよね。全く気にすることなく、めちゃくちゃ快適に過ごすことができるんで、僕なんかそのダム放流されるレベルの雨降ってる中、このハンモックの中でパソコンで動画編集してたぐらい、もうめちゃくちゃ快適っていうか、もう全然雨とか関係ない、ハンモックなんで、そういった感じで、ハンモックがあんまりこう何得意じゃないというか、ハンモックにあんまり触れてきてなかった人もハンモックの弱点みたいなのは多分ないと思うんで、普通にテントのような感覚で使えるハンモックなので、すごい、おすすめというか、まあ、一度みんなに使ってほしいなというふうに思う、ハンモックです。あとは耐荷重が 113kg から、140kg まで、アップしてるんで、今までは、まあ、例えば親子とか、カップルとかそんな感じでこう軽い人としか2人乗りって言っていいのかな、2人でこう使うことできなかったですけども、140kg なんで、まあ、軽めの成人男性、まあ、普通ぐらいの成人男性やったら、まあ、2人乗っても全然大丈夫なぐらいの、耐荷重になったので、2020年モデル、旧型モデルでは、まあ、使えなかった、使い方だったりとか、まあ、いろんなこう用途が、できるようになったんじゃないかなというふうに思います。ローソンハンモック全体についての詳しいレビューっていうのは、去年の夏に作ったこの詳しい動画があるんで、こちらをチェックしてみてください。2021年モデルのローソンハンモックの購入先は概要欄の方に貼っているんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ってことで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。